ちなみに泉さんが総理大臣にっていうのがですね、声も上がっているんですけど、次の首相にふさわしい政治家はということで、現職の国会議員じゃないの泉さんだけですもんね、これベスト10の中で。これいかがですか？いかがも、自分はもうクリアに明石市長12年終わって卒業して、はい、もう脚本家やりたいなって感じで、シナリオを書きたいと。まあ映画で言えば、はい、ちゃんと脚本書いて、キャスティング配役決めて、で全国上映館をちゃんとやりたいなと思って、うん、でポイントは主役はね、やっぱり私は今いる方じゃないと思ってるんです。私朝まで縄跳びやってた昔の時に、大島渚さんも随分可愛がっていただいて、はい、大島さんのかつての映画で戦場のメリークリスマスってあるんですけど、はい、 あれの配役ってビートたけしさんと坂本龍一さんなんです、はい、で演技が上手かったかというとそうとも限らないんだけど、はい、でもやっぱすごい存在感があって、うん、そういう意味では今の永田町も今いる方じゃなくて、うん、まあやっぱりみんな国民みんなが、うん、あその方がいいわっていう方が出てきたらいいと思いますね、うん、どなたがいいかなと、うん、どなたがいいかなと、うん、本当勘弁してください。でもそうは言われても一時ね、立候補もなさっておられますよ。だからやっぱ政治の道で、そうですね、まあ、それ20年前ですからね。20年前ですか。でもその時はそうは言っても全くノーじゃなくて、政治の世界で自分の何か やることがあると思われたんでしょ。だから30歳だったらやりますけど、それもね。ちょっともう今は、はい、今はもう向いてはると思いますよ。他のやることがある、いや、つまり政治家もね、はい、時代によって違うんですよ、はい、私から言えば政治っていうのは方針転換、時代の変化に応じて方針転換する、はい、ある意味今企業経営と、まあはい、近いと思うんだけど、はい、ある意味時代に合わせて当然重点投資する分野とか、うん、締めるところを決めていくのが仕事なんですよ、うん、確かに。だから本当は成功した企業経営者が政治には向いていて、はい、今の時代こそもう大転換、はい、業態の変革をするぐらいの人がトップに立たないと、はい、まあ私はダメだと思うので、うん、まあ、そういう意味では本当にね、まあ、その道でもう第一人者ですから可能性高いと思いますけどね、はい、どうですかね。20年前だったやつ。20年前はね、本当に総理もっていうようなインタビューなどで発言されてたんですよ、ね、いろいろ人生無駄にしてきたんで、なかなかもうちょっと。逆にその今、今日もお話もお伺いしてても、やっぱり今の日本の、まあ、政治家頑張ってる方もおられますよ、うん、でもやっぱり物足りなさ感じますやん。でやっぱり見ておられて、もう自分だったらもっとこうできるとか思われるでしょ、やっぱり、うん、でも中に入ってみるとっていうか、いろいろ話を聞いてみると、うん、うーんって感じですね。ただ実際のところ現実問題としてね、うん、政治って、うん、結局選挙じゃないですか、うん、選挙でその自分たちの仲間を作っていかなきゃいけないわけでしょ、うん、それはやっぱりなかなか難しいと思いますよって思いました、まあ、選挙は2種類2つあって、うん、自分が通るかどうかの論点と、うん、総理取るんだったら、まあ、簡単には衆議院の465ですから、うん、半分の233取ればいいんですよ、うん、まあ、簡単に言えば単純なゲームなんですよ、うん、465分の233を取るゲームみたいなもんだから、それをどう取るかを逆算して取り方次第ですよ。で取り方いろいろあって、うん、その一つの党で取る方法もあるし、うん、いろんな党が集まる方法もあるし、うん、何でもいいから233合わせればいいんですよね、うん、そうすると総理が取れるわけでしょ、うん、で総理が取れたら総理は本当は権限があるから、うん、実は日本の総理大臣って権限あるんですよ、うん、で今の総理大臣であれば例えば人事権すごく実はあるんです、うん、実は総理大臣は大臣を理由関係なくすぐに辞めてもらえるわけでしょ、うん、今回だって4人年末に変えたわけでしょ、はい、で総理の一存で大臣は変えられる、はい、今は事務次官だってもうその変えられるわけですよ、うん、国会議員だって次の選挙の時に、まさに総裁ですから公認権持ってるから、うん、自分に反対するんだったら、うん、次は選挙公認しないとすれば変えられるから、うん、ある意味本当強力なリーダーシップを発揮できるんですよ、はい、だそれを長くやろうと思ったりとかせこくなるからできないんだって、うん、もう短期集中で、うん、もう総理になって一気にやるぞって形で、うん、堀江さんなんかそれになられて、うん、もう3年間限定でもう3年やって綺麗に散るぞって感じだったらかなり大胆なことできると思いますけどね。まあ、どっちに行くか分からんようにありますけど、うん、はい、でも逆に今の時代はね、はい、時代に応じて変えればいいんだから、はいはい、会社経営でちゃんと見極めができる人であれば、うん、政治はできると思いますけどね、うん、はい、まあ、まあできるでしょうね、それはでしょ、思うでしょ、うん、だから総選挙の時に465分の233を、うん、せーのドンで取ればいいんですよ。いや、それをだから2005年にやろうとして失敗したんで、もうなんかタイミングここしかなかったなと思ったんです。あの時は確かにお金じゃないとおっしゃられますが、やっぱそれなりにね、その資金力ってのは必要で、それもある、知名度もある、勢いもある、
もうあとは選挙区で圧勝する道筋を作ればいい、うん、まあ、そこでミスりましたけどね、うんうん、まあ、亀井さんと別に戦わなくてもよかったかもしれないです ね、そこの選挙区のチョイスとかすごく重要で、はい、どうでした、どう思いました。僕はあの時に完膚なきまでに敵軍の大将を討ち取ったら無敵だろうなと思ったんですけど、やりすぎですかね、その亀井さんの選挙区で。あの時福岡一区みたいな話もなんか地元でみたいな話もあったりしたんだけど、でもやっぱ選挙区の選ぶのはすごく重要で、亀井静香さんを相手に選んだのは、まあ、ある意味それで勝ったらすごかったけど、やっぱりそこで勝ちきれなかったということは、やっぱ選挙区の選び方は今から思えばですよ、まあ、もったいなかったなと自分なんか思いますけどね、うん、でも自分なんかも、まあ、自分も明石で選挙やって、うん、でその後明石は私は出なかったけど次の市長候補圧勝してます、はいはい、でそれは自民党と公明党と維新の3党が組んだ候補に、うん、私が直前で出した候補がダブルスカで勝ってる、はい、で公募して市会議員5人と県会議員1人、はい、6名無名の新人、うん、これも直前で擁立しましたけど、うん、もう全員圧勝してるんで、うん、だから選挙はね勢いがあれば通っちゃうんですよ、うん、でその後は明石以外でもと思って兵庫県の違う市で応援をし、うん、埼玉県などでも応援してみんな勝っていってるんで、そこはね選挙区相当選ぶんですよ、うん、どこだったら勝ちきれるかって部分があって、うん、やっぱり相手と選挙区の有権者とのバランスですわ。じゃあ今例えばですけど、その選挙区でね、うん、まあ、過半数とまではいかないまでも、うん、ある程度大きな大きな、勢力を持てる勢力を一からというか新たに作るとするならば、うん、どのような戦略を取られますか。うん、で基本的にはもう一騎打ちで勝たないと過半数取れませんから、うん、比例で勝てばいいというせこい戦略ではダメであって、うん、ということはやっぱり、ね、小選挙区で現職の強い人たちと勝たなきゃいけないわけですよね。そうです。ただ現職が強い方で全部勝つ必要はなくて、うん、半分勝てばいいわけですから、うん、基本で全員が強いわけじゃないんで何があっても負けない方はおられます一定数は、うん、でそこはもうある意味しょうがないから、うん、そうじゃない真ん中あたりのところに勝てるような一騎打ちに持っていって、うん、そこはまあ国民が有権者が、うん、大きな雪崩現象が起これば、うん、それは一騎打ちですから、うん、赤組か白組かどっちを選びますかって戦いになってくれば、うん、もうみんなそれ一気に変わりますから、うん、まあ、そこはね雪崩現象は十分起こりうると思いますけどね。だからそれは難しい話じゃなくてみんな思い込んでるけど、うん、その足し算の選挙もあるんですよ、うん、積み足していくような、うん、で市会議員が30人出るような選挙だったら足し算でこうみんなが営業成績行き添うような棒グラフの選挙なんですよ、うん、これかえってしんどいんです、うん、エネルギー使うし、うん、金もかかる、うん、でも一騎打ちでシーソーだから、うん、あっちの方がもっと嫌い、あなた嫌い、でももっと向こう嫌いだからしょうがないという形で一騎打ちというのはどっちかに入れますから、うん、そこの構図を作りさえすれば、うん、一騎打ちはもうびっくりするような結果が一瞬で出る、うんうん、だから自分なんかも市長ですやんか、うん、一人の選挙でしょ、うん、で私の後継も市長で一人でしょ、うん、で他の町の市長選挙も全部一騎打ちなんです、うんうん、一騎打ちで勝つというものはやっぱりその有権者の気持ちが明らかにもう大体7割か8割ぐらい取れば勝てます。うん、やっぱりあと大事なのは投票率の問題ですよ、はい、で投票率で私がずっと言ってる7割の法則と言ってるんですけど、うん、7割を取らないと勝てないんです、うん、町の空気が半々であって6、4では負ける。なぜか、はい、組織を固めたところは3割しかいなくても9割が投票行く、はい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 、3割つまり100人中70人と30人で、うん、30人のうち9割が投票行ったら27票、うん、はいはい、でもこちらは70人取れば4割しか投票行かないんです、はいはい、でも 70×4 割で28票、うんうんはい、だから70対30を町に持っていくと4割で28票、うん、9割で27票、うん、28対27票で勝つんです。勝つと、うん、これは私の12年前の明石市長選挙、はい、また私の12年前の明石市長選挙は人口30万の明石市で一騎打ちで僅差の69票差、うん、僅差だけど町の空気は7割です。町に行ったら7割が私の応援だけど僅差になる、うん、だからポイントは7割以上だから無理と思って、うん、だから7割無理だから組織を固めるというふうに行くんだけど、私は逆に7割を超えれば、うん、逆に言うと僅差で勝てるというか、うん、ちゃんと考えてる。確かにね、俺爪が甘いねこれ最後なんですけれども、うん、これ改めてこれ泉さん、もし総理になられたら自民党どう変えると、
自民党どうなんですか。あんまり偉そうに言えませんけれども、まあ、自分は何党の支持ないんです。確かに20年前に一時その当時経緯があって民主党に立候補するときに属して2年間民主党でしたけど、そこから離れて完全無所属なんです。私は自民党もどの党も全部基本的に今はイエスじゃないんです。でその代わり逆に自民党の中からも一緒にできる人はいると思っているので、まあ、自民党の中でも非常に優秀な方とか心がある方いっぱいおられますから、私は与野党問わず、もう一気にこうガラガラポンした方がいいと思います、ね、だから右左とか与野党じゃなくて、これを90度変える、なるほど、つまり右左という国民から見てどっちもどっちを、どっちもどっちじゃなくて私たちと私たち以外に分けるという、なるほど、ね、これを持っていけばどうかな。それを持っていければ自民党からも仲間は来ると思うし、自民党今いっぱいいっぱいですやん。つまり人数が多すぎるから優秀で立候補したいとか立候補しにくいわけですよ今。逆にそうするともう一つのチームから立候補せざるを得ないから、だから例えば自民党系に行きたいけど自民党がいっぱいいっぱいで席がないので、そういう方が来る可能性もありますから、あんまり今の政党を気にすることはないと思いますよ ね、いや面白いですね。そろそろお時間なんですが、泉さんもお話今日すべて言いたいこと言っていただきました。いやいや、また続きやりましょう。じゃあお願いします。あの、じゃあ衆議院議員選挙が近くなったらまたお話聞きましょう。選挙ありますからね、まあ、これね、9月の解散の前に必ずあるわけですからね、はいはいはい、ということで本日もありがとうございました、ありがとうございました。